まちゃん、こんにちは。こんにちは。今日は皆さんにご報告があります。はい。僕と、まちゃん、はい、決別しようかなと。はい。まあ少し、いろいろ思うことがあって、ちょっと一緒にやれないなと。一緒にやれないですね。やれないですね。はい。なんでちょっともうまっちゃんにレッスンするのをやめようかと、はい、年内は。耐えられない年内はやめようかと。最初から耐えられなかった。最初から耐えられなかったですよね。まあいろいろ思うことあるんですけど、はい、まあいつもねこう動画ご視聴していただいてる皆さんは、はい、お気づきだとは思うんですけど、まあ、僕がいつもまっちゃんにああだこうだ言って、まっちゃんがよく分かってないと、まあ、よく分かんないですね。よく分かんないじゃないですか、はい、でまっちゃんも、まあ、これでやって合ってるのかどうか分かんないみたいな、まあ、感じなんで、まあ、少しねやっぱりまっちゃんにも考える時間を取ろうと、はい、いうことと考える力をね養っていただこうということで、まあ、今9月入りまして、僕が QT 終わった直後ですね。はい。これから、まあ、年内は、ちょっと抹茶へのレッスンはやめようと。はい、まあ、よっぽどね、こうなんかあった時に、どうしたらいいんですかっていう時は、答えたいと思うんですけど、まあ、基本は全部抹茶が考えて、練習自体も取り組んでいく。まあ、今ね、いろいろ教えてもらった、その小沢コーチとか、はい、まあ、いろいろこうお話ありますけど、まあ、そういうのも、まあ、見ながらですね、自分で、解決をしていくという感じでやっていきたいなとちょっとね思います。はい。まあ、やっぱりいつも、まあ、僕の答えが合ってるかどうか分かんないですけど、なんとなくその答えを言ってしまって、やっぱまっちゃんが考える力が、こう育ってきてないんで、はい、やっぱりこうなんていうのかな、自分で調子悪くなった時に立ち直れないとかそういうことがあると思うんですよね。それを身につけることによってまた一つ二つ一回りもね周りも、成長していくんじゃないかということで、ちょっとやっていきたいと思います。でよろしくお願いします。お願いします。はい。まあ、僕も今回ね QT に、まあ、ファースト行ってきまして、はい、まあ決してね自分の本調子じゃないって言ったらあれなんですけど、まあね、トップ通過しといて何を言ってんだっていう感じで思ってる方もいるかと思うんですが、はい、本当にこう自分の中ではドライバーとかも全然当たってないし、いい感じで打てるホールが少なかった中、まあそのいろんなことをコース内で試したりとか、マネジメントで、まあ、スコア作っていったんで、その辺をねまっちゃんにもね養ってもらいたいと思うんで。スイングだけじゃないってことですよね。そう、スイングだけじゃないし、やっぱりその何パターンものスイングを持つことによって今週はこの感じでいこうみたいなのが、まあ、やっぱりこう出てくると思うんですよね、はい、このホールはこう打った方がいいよねとかやっぱり出てくるんで、まあ、そこをやっぱり作っていかないと、悪くなった時に80とか打っちゃうようだと、まあ、それが実力になっちゃうから、悪い時にどんだけいいスコアを、ね、作れるかっていうのが大事だと思うんで、はい、まっちゃんにね考える力をちょっとやってもらいたいなと思います。で、まあ、まっちゃん、まあ、僕がいない、まあ、1週間、はい、まあ、約2週間こういろいろ一人でやってたんだけど、最近なんかねだいぶクラブとかも馴染んできて、そうですね、なんか、うん、すごいパワーを感じるんですよね。今使ってるのがこうね三浦のアイアンで、はい、僕が使ったアイアンにシャフトがダイナミックゴールドミッドのね、はい、115を入れて使ってるわけだけど、ちょっとこう打ってるの見させてもらっていいですか。もうそうか、2週間、まあ一緒にゴルフはしてないと思うんだよね。そうですね、うん、じゃあちょっと僕も少し良くなったと思う。良くなったとね。はい、はい、ちょっと見ていただきたいです。8番アイアンで、はい、お願いします。いきます。そのあたりで
まあ一発目ですからね。ちょっとあの体の方が出来上がってないんで。体が出来上がってないんだ。準備はできてるんですよね。体が出来上がってないんで、もう一球いきます。あ、でもだいぶなんか振り感が良くなってるような気がするね。本当ですか、うん、よく変わってます、うん、なんか久しぶり見た感じだと、はい、少し変わってきてるような感じはあるね。やっぱリリースっすね。リリース、はい、リリース大事ですよ。へえ、いい感じじゃないですか。本当ですか、うん、いやそれもう冗談っていうか、その今動画だから、うん、とかじゃなくて、うん、本当にいい感じになってきてます。いい感じになってきてるんですか。嬉しいですね、ありがとうございます。これ見えないですか、カゴで。あ、大丈夫ですよ。大丈夫ですか、うん、あ、いいですね。まあ、ちょっとそのまっちゃんが、はい、まあ、最近こう良くなって自分で考えてることとかもあると思うんで、はい、それはちょっとねまた、別の機会にこの後別の動画でお話ししたいと思うんで、はい、ちょっとカメラを変わってもらっていいですか。今日ちょっと大変なんですけど、はい、カメラが大変なんですね。カメラが大変なんですけど、はい、あの僕が、まあ、この間ねあのライブに、ライブで QT 終わりのこととかだいぶ語ったんで、はい、それちなみに指入ってないですよね。入ってないです。じゃないですよね。これで指入ってたら、もしかしたら YouTuber 資格。いや、まあ、あの、まあ、この間ライブを見てない方もいらっしゃると思うんで、はい、今日はまあちょっとその決別しますっていうサムネっていうかあれだったんですけど、少し、まあ、QT の時のことなどを、はい、もう一度、まあ、話したいなと思います。なんかあの、まあ、さっき言ったようにスイングとかも、まあ、ぐちゃぐちゃになってたりするし、あのライブでは、まあ、だいぶ語ったつもりではいたけど、はい、本当に苦しかったこととかを、まあ、3分ぐらいちょっと短めに。いや、和穂さんもこう動画やっぱ撮ってなかったんで、はい、語りたいですね。いや、語りたくはないんだけど。いや、でも語る、今語れる時じゃないですか。今何語っても正当化される時ですかね。いや、ほんとね、まあ、杉の里カントリークラブでね、まあ6666771というスコアを、まあ、4日間ではベストスコアかな。あの、自分の中で4日間ではベストスコア、多分2日間で12アンダーとかはあったんだけど、はい、4日間で18アンダーっていうのは初めてだったんで。でもね、やっぱゴルフね、てかゴルフの調子はまあ明らかに練習とかで見てても良かったじゃないですか。良かったです。でも本当に、ここ数年で一番苦しかったですね。あのゲロ吐きそうでしたね。毎日。それはやっぱり自分でいいっていうことをやっぱ認識してるからこその、うん、そうだね。あ、自分がいいのに実際その QT でできなかったらどうしようとか、はい、やっぱりプレッシャーもあったし、本当にいつもやってたことができなくなるみたいな、まあ、感じではあったんですけど、本当に矢板のルートに泊まりながらもね、本当夜何回も起きたり、朝ごはんがいつもの量より半分ぐらいになってたりね。で、普通盛りになっちゃった、ね、普通盛りになってたし、ちょっとあんまりおかず食べれなかったし、コーヒーもなんか飲んだら胃に悪いんじゃないかと思って飲まなかったし急にそれぐらいの感じだったんだけど、はい、ゴルフ場へ着くとね、やっぱりね、やれる気がするっていう気持ちになって、あ、いいですね。まあ、結局やれたんだけど、はい、でも本当にその今回思ったのは、まあ、スイングじゃなくてコースマネージメント、ライマネージメント、あとはやっぱりその自分のその時の調子を把握して、どれくらい打てるかっていうのを把握することがスコアにつながるんだなと思いましたね。だから自分の、はい、まあ
実力以上のことはまあ基本は出ないじゃないですか、はい、これ今9番円持ってるんですけど、まあ、ピンが左サイドにあります、はい、風が左から来てる、はい、左には入れちゃいけないバンカーがある、はい、残り145ヤード、はい、でこの時に、まあ、フックでいけばピンに絡むかもしんないけど、左から風来てるとなんかさあちょっと感じてるからさ、フック打とうとか強く入ったりするじゃん。します。で入って左行ったらもうボギーになっちゃうじゃん、はい、その時にいかになんていうのかな、こう右に5メーターフックとかかけないでピンに向かってまっすぐ打ってもう右に5メーター乗せとくかみたいな、そういうことがその状況、でできるかどうかが本当にスコアにつながるんだなと思ったし、まあプロのその試合でたまに10アンダーとか出ることもありますけど、はい、まあ5アンダー6アンダー出してたら結構上位じゃないですか。上位です。っていうことはもちろんボギーもあったりするけど6個バーディーでいいんだよね。まあ確かにそうっす、ね、ってことは、まあ、10個ぐらいチャンス作れればそこに行ける可能性が出てくるわけだね、俺らで言うと。はい。っていうと約18ホール中の半分ですよ。半分セーフティーに打って、まあ、半分攻めるかみたいな、まあ、ロングもありますからね、はい、でこう分けてやっていけば大叩きもしづらいしチャンスも作れて、あとはパッティングを入れるだけ、入んなかったら、まあ、1アンダー2アンダーになって、入ったら6アンダーになるみたいなコースマネージメントができるんだよね。だから結構こう、だからこれは試合だから、しかも自分の試合で QT でっていうのもあるんで、かなりセーフティーに打ったりすることもあるし、はい、その視聴者さんとゴルフ行ってる時なんかあんまりそういうことはないんだけど、なんか僕がやっぱり今回本当感じたのは、こう皆さんの方が積極的にこう狙ってるし、しかも求めてるよね、かなり。なんかそのビタッっていう、ビタッと。で俺で言うと50ヤードで手前ラフでエッジから10ヤードあって、はい、あった時にそれラフのそのところを越えてその10ヤードの間落とせれば最高だけど、まあ、奥2メートルでもいいよなって思ってるんだよね、はい、でも結構みんなはあの間に絶対落としてバーディーチピタッとくっつけたいみたいな結構思うじゃないですか、はい、そういうことのなんかリスクをかなり背負っていくから結構怪我になったりしてるような気がして、もっとこう大きく18ホール全体で考えて、ゴルフを作ったりとかするとこの場面で本当にこのショット必要なのかみたいなのが多分出てくるんですよ。それを見極めれるようになってくるとスコアが良くなってくるんじゃないかなっていうのは感じましたね。まあ、さっきワッホーさんがちらっと言ったんですけど、うん、まあ、実力以上のものが出ないっていう話っていうのはやっぱそういうことですね。そう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 、だからこっからあの50の看板にさ、これ9番アイアンですけど、はい、あ、まあじゃあ58に持ち替えましょうか。58度で僕らの実力でこんなにライが良くて今プレッシャーがなくて、あの50の看板の手前に落とせる確率ってかなり少ないよね。いやー、めちゃくちゃ難しいっすね。めちゃくちゃ難しいよね。で、あれでもうちょっと3ヤードぐらいオーバーしてるキャリーね。はい。で、しかもコースだと手前のラフにやった瞬間にもう一回アプローチになるわけですよ。はい。じゃあボギーになる可能性が出てくるわけじゃないですか。まあ、めちゃくちゃチャンスのところから、ここからそう、あの50の手前つければいいけど、もし手前にこうやってやるとボソってなってもう一回アプローチ、そうするとボギーの可能性が出てくるけど、ここから少し大きく5ヤード奥に打っとけばボギーはないよねみたいな、バーディーチャンス5メートルのバーディーチャンス出てボギーもないっていう選択をできるかどうかなんだよね。もうその時点でもうパーかバーディーかっていうことですね。パーかバーディーか、そう。でも手前ギリギリ狙うと、まあ、バーディーもあるし、うん、パーもあるしボギーもあるっていう、そう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 、ボギーも出てきちゃうから、いかにこのリスクを
減らせるかだと思うんだよね。はい、これは皆さんにもまあちょっとこう少し考えれば多分できることだと思うんで、まあ、実践していただきたいなっていうのがまあちょっとあるんで、まあちょっとこうやってほしいなっていう感じですね。はい、僕からの質問です、うん、ああいいですよ。はい、まあ、さっきちょっとちらっとちょっと光いきますか。はい、ちょっとそう、はい、まあ、さっきちょっとあの動画外でちらっと話したんですけど、はい、うん、まあ、真帆さん今めちゃくちゃ疲れてると思うんですよ。そう、 QT が終わって2日目ですね。2日目で、はい、まあまあこんなこと言ったらあれですけど、はい、ちょっと撮影もしんどいなみたいな。いや、もう今日来たくなかったよ。来たくなかったなみたいな、はいはい、まあ、精神状態なわけじゃないですか。はい、でもう自分の話をするとですね、うん、まあ、僕毎年プロテスト、はい、まあ、今年 QT 受けてないんですけど、まあ、そうだね、 QT 受けないのは理由があるけどね、まあ、いろいろ理由があって受けてないんですけど、ね、うん、まあ去年3回ぐらい僕の杉の里で受けて、うん、まあ、全部落ちて、はい、プロテストもいつもセカンドどうしてもこう落ちてしまうんですけど、うん、まあ、やっぱ1週間こうゴルフすると結構体疲れて、体そうだね、帰ってくるじゃないですか、うん、でもう気持ちも、うん、もうどん底なわけですよ。あ、落ちてるとね、落ちてると、うんうん、で僕なんかそういう経験しかしたことないんですよ。はい、で今回真帆さん体めちゃくちゃ疲れてると思うんですけど、はい、まあ無事通過したってことと、うん、まあ、トップ通過したっていうことが、はい、今回この、まあ、皆さん見ていただいてる皆さんにも、まあ、ね、はい、まあ、証明できたっていうか、その見せることができた、まあ、見せることできましたね、はい、僕はなんかどんな気持ちなのかってこと、疲れて気持ちも落ちてるんですけど、真帆さん体は疲れてるけど、はい、気持ち的な部分ではどうなのかなっていう。あ、気持ち的にはそうですね、なんか、まあ、ほっとした感じですよね。あ、やっぱそれが一番強い、うん、もうめっちゃよしみたいな感じではなくて、はい、まあ、ファーストもレベル上がってますけど、はい、まあ、言ったら自分の中ではこう、まあ、言ってもファーストっていう印象なんですよね。あ、今までのセカンド QT もちろん頑張んないと通んないけど、はい、俺の実力なら通るっていう、はい、よっぽどそのメンタルが弱ってたりとか調子が悪かったら落ちるかもしれないっていう感じでいて、はい、でこれがゴルフのレベルが上がっていくと最低ファイナルとかさ、最低サード行かないとみたいな選手もいっぱいいるわけだよね、はい、俺の上にはね。で、まあ、だからファーストはまあそんな感じ、なんかこう、まあ、とりあえず良かったなみたいな。で、体的には本当に金曜日終わってライブしたじゃないですか、はい、もうね、10時ぐらいにあの後寝ましたけど、八川穂さんは、ああ、あれ大丈夫です、大丈夫です、8ぐらいは大丈夫ですか、大丈夫かな、10時ぐらい寝ましたけど、やっぱ体疲れすぎてて、はい、もうすぐ1時半ぐらいに起きて、ああもう体がダメだっつって、ストレッチポール引っ張り出してきて、はい、とかちっちゃいフォームローラー持ってきて足グリグリやったりして、はい、こう疲れをこうストレッチしながら寝ては1時間で起きて寝ては1時間の毛みたいな繰り返してて、あ、終わっても、まあ、かなり疲れてるなっていう感触だったね。まあ、体もいつもまあ試合行くとそうなんで、精神的にも疲れてたんで、はい、うん、で、まあ、昨日整体行ったらもうガチガチ で今日もうすごい昨日やってもらったから今日はもう全く今体が動かない状態だけど、まあ、体的なその感じ、本当精神的には本当にほっとした感じで、まあ、次に向けて、はい、頑張りたいなっていう感じ。なんか去年とか一昨年の方がゴルフの自体の調子が悪かったから、はい、なんかすごい展開もずっと苦しかったのね、はい、去年とかは。去年も3日目最終組だったんだけど、そうですよね、3日目3オーバーして、はい、結構流れが悪くて最終日中止になって通ったんだけど、その前の年とかをカットライン上で最後バーディー取って通ったりしてて、はい、苦しかったからよかった通ってみたいな感じだけど、今年はもう正直2日目でも終わってたから、あ、もう通ることは、うん、多分そう2日目で、ね、カットラインとかも気にしないところにいたから、はい、まあよかったなみたいな、あ、うん、だから2日目とかの方が、はあ、よかったみたいな、毎日、まあ、終わって、うん、あ、なんかよかったっていうやっぱ感じは、あ、そうだね、まあ、今日もいいゴル、まあ、普通にゴルフできたなっていう感じでやれてたけど、次だね、次が大事だなっていう、あ、まあ、でもなんか充実感あるっすね。でも本当にスイングとかはもうわけわかんなくなってるから、はい、もう今コース行ったら当たるかどうかわかんないね、それぐらいのレベルだね。いや、もうそんななんかトップ
つうか17ちゃんの話してる人が、いやもうそんなレベル感よ。ドライバー打ったらスライスしそうだし、はい、うん、なんかうまくいかない感じするなみたいな感じかな。まあ釣りやんだぐらいでは回れそうだけど、そのゴルフ行ったら、はい、でもなんかブリックとか行ったら怪しそうな感じがするねなんかね。あ、そうなんすかなんか信用できないですねまあ明後日から北海道ですからねいやもう旭川合宿が待ってますから。いやだから和穂さん的には、はい、うん、まあこれ通って、うん、まあいいっすかね、まあ、あれ通って、うん、はい、北海道って最高ですよね。まあそうですね、落ちてたらみんなどんよりになってたよね。いやもうワンモンさんが落ちてたら、うん、中止までやったんじゃない。中止までやったんですよいやまあよかったなと思いますけど、まあ少しだけちょっとこうリフレッシュしてまた次に向かいたいなっていう感じですね。はい、じゃあ、まあ、でもあとは怪我ないようにですね。そうですね、足とか手折れないように、はい、あのしたいなと。ちょっとねやっぱり球打ってたんで、ここの指、はい、ここがやっぱりね多分ここ負担かかっててグッと、はいはい、ちょっと痛いのあったんで、あの試合中はあの終わったらホテルでアイシングしてました。やっぱじゃあ手に力入ってるんですね。手に力入ってんのと、試合前台風でゴルフ行けなかったんでレンジで球しばいたりしたら150球ぐらい、はい、そういうのも多分関係あるかなと思って、まあ、ちょっと気をつけたいなと思います。はい、はい、じゃあ次の動画はまあ、最近こう、まあ、だいぶこう良くなってきたまっちゃんどんな練習してるのかっていうね動画を撮りたいと思うんで、はい、はい、そのお楽しみにしてください。はい、はい、ということでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。いやだから和穂さん頭いっぱいあるよ本当ですね、うん、これ打てってことですね。打てってことかな、はい。いやあ、一つね、はい、やっぱりね、あの最終組ぐらいで回ってる選手、はい、まあ、いるじゃないですか、はい、まあ、最終組だって2日間最終組だったんで、もうスタートするときにはもうほぼもう俺うちの組かもう前の組ぐらいしかいないわけですよね、はい、みんなね、まあ、俺はパッティングをひたすら左手で練習したりしたんですよ。はい、で、先輩の菊池潤さんとかはこのパッティングのこういう出玉を管理するやつで練習したりとか、はい、豊田君とかもそういうので練習したり、結構ね後ろの組で回ってる人ほどそういうなんかパターで少しただ打つだけじゃなくて器具使ったりなんかそういう練習をしてましたね。一番聞きたかった情報まであるですねやっぱりそういう出玉管理とかそういうのが大切で、はい、で練習の仕方とか見てても多分その普通にまあ、普通になんかパッティングボボボボ出てる選手とは違ったような感じはしました。自分のゾーン作って、ちゃんと練習してた感じはしましたね、はい、まあ、ありがとうございます、はい、まあ、皆さんもぜひやってみてください。わかりました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。